どうも、松本です。ですね、富士通の主任の英名を疑う給料について語ります。ただいまね、不要な給与明細書がある方は、ツイッターにお送りくださいませ。チャンネルホーム概要欄か説明欄に連絡先載せてます。再生数を取れた方はね、詳しくはツイッターをご覧くださいませ。では、いきます。平均月収が、46万5千円ですね。で、ボーナスが年間で、191万7千円。で、年収が、722万6千円ですね。じゃあ、年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。